北川陽介の邪魔は勘弁。浅田舞、乗り継ぎ対決旅、Gカップ温泉シーンの期待。北川陽介と女優の村井美樹が競い合う、ローカル路線バス VS 鉄道、乗り継ぎ対決旅、テレビ東京系の最新が12月30日に放送される。同シリーズは田川率いるバスチームはローカル路線バスだけ、村井がリーダーを務める鉄道チームは鉄道だけを利用して、相手より先に目的地にたどり着く旅。すでに6回が放送され、今ではテレ東旅番組の看板シリーズになっている。田川がトークイベントで明かしたところによると、バス旅よりもこの乗り継ぎ対決旅の方がきついそう。バス旅は成功か失敗かだけですが、乗り継ぎ対決旅はそれに加えて相手チームに勝たないといけない。さすがのルイルイもこれにはかなり神経をすり減らすそうです。テレビ誌ライター。6戦いって勝敗は3勝る3敗の分。年内最後となる第7戦は重要な戦いになりそうだ。田川と村井の采配が見どころになるだろう。そしてもう一つ必見ポイントになりそうなのが、ゲストの浅田舞。浅田は田川のバスチームに加わる。これまでの旅を見ると、チェックポイントに温泉が設定されることが多いんです。第3弾では村井とゆきぽよが湯船に浸かり、桜色の柔肌を披露しました。浅田にも期待がかかりますね。ただ、田川は今年7月に放送された、田川恵比寿のローカル鉄道寄り道旅医療を感じる夏の箱根スペシャル。テレビ東京系、でお風呂に入ろうとした久松郁美を静止し、湯船シーンをなしにした過去がある。今回も余計なことをしないか心配です。前出、テレビ誌ライター。さらにこの旅は歩きが多いのも特徴。浅田が推定 G カップを揺らして歩くシーンにも期待できるかもしれない。見どころいっぱいになりそうな乗り継ぎ対決最新回。年末の慌ただしさを吹き飛ばしてくれそうだ。